背景です。今回はついに森友哉とご対面、2月28日オリックス戦ポジりまくりますということで、今回は本日2月28日に行われたオリックスとの宮崎ベースボールゲームズの試合を振り返っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それではまずはスコアとオーダーの方から見ていきたいと思います。スコアは1対0でライオンズが勝利したということです。まあ、ずっとね0対0ということで試合進んでいったんですけど、9回の表ライオンズが最後1点を獲得して1対0でそのまま試合終了ということになりました。でライオンズまずピッチャーの方から見ていきます。先発今井投手が3イニング、そして続いて2番手隅田投手が3イニング、ティノコ投手1イニング、平井投手が最後2イニングという系統でした。打順見ていきます。1番指名打者ペイトン選手、2番セカンド小玉選手、3番サードマキノン選手、4番ファースト渡辺健人選手、5番ライトヨーカー選手、6番センター西川真奈選手、7番レフト川越選手、8番キャッチャー古賀選手、9番ショート川野選手というオーダーでした。それではどういった試合だったのか詳しく見ていきたいと思います。まずはピッチャー陣の方から振り返っていきます。先発今井投手ですね。今井がエグすぎるということで、今井投手本当にこの試合めちゃめちゃ素晴らしいピッチングをしてくれました。投球の結果を見ていくと、3回50球1安打6奪三振無四球無失点ということで、本当に完璧な投球ですよね。まあ、3回を投げて1安打で、しかもね今井投手やはりこうフォアボールを出してしまうというところが、まあ、毎年毎年言われている課題ではあるんですけれども、3イニング投げてフォアボール0、そして三振を6個取っているということで、まあ、これねしっかりと三振も多く奪っている中でフォアボールも出してない、さらに無失点ということでね、本当に完璧な投球だったんじゃないかなというふうに思います。最速156キロ、まだ2月のこの時期ですけれども、すでにね156キロも出ました。そしてね、まあ、もちろんまっすぐというところも魅力的ではあるんですが、スライダーチェンジアップで空振り三振を奪っていて、まあ、変化球というところもね非常に良かったです。まあ、っきり言って球速、変化球、まあ、コントロールというところ、全て完璧だったんじゃないかなというふうに思います。で特に本人やはり今シーズン一番重要視して取り組んでいるところが、まあ、まず1個は球速なんですね。平均球速を155キロにしたいということを言っています。そしてもう1個は奪三振というところ、奪三振というところをイニング以上獲得したいということを、ね、今井投手言っているんですね。で実際に今回は3イニング投げて三振6個取っていて、まあ、しっかりイニング以上の奪三振、なんならイニングの倍の奪三振を取っているということですので、まあ、今回の試合を見てもねこの奪三振能力の向上っていうのが、かなり見えたんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今後もねもっともっとね長いイニング多い球数投げてくると思うんですけど、そういった中でもねしっかりとこの奪三振能力っていうのをキープできるかどうか、注目していけたらと思います。続いて隅田投手ですね。隅田投手も本当にまっすぐが、素晴らしく良かったです。投球内容は3回40球1安打2奪三振1四球の無失点ということでね、まあ、こちらもしっかりと3回無失点にまとめることができました。でやはり隅田投手が良かったのはまっすぐですね。これこの前のね紅白戦の登板でも非常にまっすぐってところが、まあ、どんどん球威が増していて、まあ、空振り取れたりとか、まあ、ファール奪えたりとかしていて非常に良かったんですけど、まあ、この試合でも本当にまっすぐってところが抜群に良かったです。最速150キロ、しっかりとね150キロをマークすることもできました。で平均球速は 147.3キロということで、これ隅田投手の昨シーズンのストレートの平均球速は 145.1キロなんですね。まあ、この時期にして、まあ、ちょっと少ない球数ではあるんですけれども、昨シーズンの平均球速を2キロ以上上回っています。これ本当に素晴らしいですよね。まあ、かなりやっぱりこのまっすぐの球速、まあ、球質ってところに関しても、まあ、向上しているっていうのが分かるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、シーズン中のねあったかい時期に投げているこの球速と、まあ、まだねシーズン開幕前のちょっと寒い時期に投げているこの球速で、まあ、今のこの時期のね球速っていうのがね2キロ以上上回っているっていうのは、まあ、これシーズン入ってからもっともっとどんどんもしかしたらスピード上がってくる可能性あるなっていうふうに思うので、まあ、球速アップ、まあ、ストレートの質向上ってところはもう大きく本当に期待できるんじゃないかなというふうに思います。続いて3番手で登板したティノコ投手を話していきたいと思います。ティノコ投手1イニング10球1奪三振無安打無失点ということで、こちらも完璧な投球でした。高め低めしっかりと高低にまっすぐを散らすことができていたのもね非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここはねやはりティノコ投手、まあ、球速っていうところ、まあ、球の威力ってところがね1個魅力になってくるので、まあ、しっかりとね高めにも低めにも、それをしっかりと投げることができたっていうのは良かったんじゃないかなというふうに思います。で球速に関しても安定して150キロ近辺を投げていて、で最速マックス154キロ出ました。まあ、しっかりとね球速に関しても安定して出すことができましたし、まあ、154キロってところもね、マークすることができたので、この時期にしてはね本当にかなり順調に来ているんじゃないかなというふうに思います。でスライダーっていうところでもしっかりと空振りを奪えていたのも良かったです。まあ、やっぱりね勝ちパターンだったりとか抑えってところを任されてくるとなると、まあ、しっかりと変化球で空振り取れるかどうかっていうところが非常に大事になってくるんですね。まあ、ティノコ投手の一番の魅力はやっぱりまっすぐとかツーシームとか球速っていう部分が非常に魅力的であると思うんですけど、しっかりとねこの変化球でも空振り取れるところはね
必要になってくれると思うので、まあ、しっかりとこのスライダーで空振りを奪えたっていうところも今回の大きな収穫だったんじゃないかなというふうに思います。そして最後に登板した平井投手ですね。平井投手も本当に完璧でした。2回27球1安打3奪三振無四球無失点ということで、まあ2イニングの登板になったんですけれども、まあ、平井投手はね本当にこうセットアッパーもできるし、まあ配線処理ロングリリーフ、まあ先発もできるということで、どのポジションでも活躍できる選手なんですね。で、今回は2イニングということで、しっかりとね、ロングリリーフいけるってところのね、適性も示すことができたんじゃないかなというふうに思います。まあ本人的にはね、今回セットアップを狙うということなんですけれども、まあ いろんなね、ポジションを守れて、まあ投げることができてね、損はないかなというふうに思うので、まあロングできるってことをね、しっかりと示すことができたのも大きかったんじゃないかなというふうに思います。まああとはね、2回を投げて3奪三振ってところ、まあしっかりと三振多く取れているっていうのも、まあセットアップを担っていくためには必要な要素かなっていうふうに思うので、まあここも良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ平井投手に関してね、おそらく開幕は一軍に入るんじゃないかなというふうに思うので、このままね、調整を続けていってくれれば問題ないかなと思います。はい、続いては野手陣の方を見ていきたいと思います。まず野手陣の方一つ目、渡辺健人選手ですね。渡辺健人選手が9回に4番としての仕事を果たすタイムリーということで、まあ、4番としてここまで全試合に出場している渡辺健人選手なんですけれども、まあ、このオリックス戦も含めてしっかりとここぞの場面で打点を稼いでいます。まあ、やっぱりね、渡辺健人選手将来的に4番を打つってことをね、期待をされている選手で、まあ、しっかりとね、こういったチャンスの場面で1本出しているっていうのは非常にいいアピールなんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、やっぱりサードとかね、指名打者っていうところに関してはレギュラー埋まってないですから、まあ、そこのレギュラーポジション、開幕スタメンを狙っていく上でも非常にいいアピールをしているんじゃないかなというふうに思うので、まあ、開幕スタメンもね、ちょっとずつ試合に入ってきているんじゃないかというふうに思います。2つ目が山野選手の好走塁ということで、まあ、渡辺健人選手最後ね、タイムリーツーベース打ったんですけれども、まあ、これ1位ランナー山野選手だったんですね。山野選手が渡辺健人選手のツーベースで1塁から一気にホームまで帰ってきました。まあ、これも非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、結構ねこう映像見ましたけど、渡辺健人選手のツーベースは、まあ、相手のね外野手もそんなにねもたついてるとかなくて、クッション処理も結構スムーズに行っていた中で、山野選手ね優位をホーム帰ってきたんですね。まあ、こういった打球判断の良さだったりとか、まあ、走塁意識っていうところ、まあ、それがあったからこそ、まあ、勝ち取れた1点だったんじゃないかなというふうに思うので、山野選手のこの走塁も非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。で、山野選手は本当にこの紅白戦の時から非常に積極的に走塁ってところをね取り組んでいて、まあ、しっかりとこの松井稼頭央監督が目指す、まあ、走魂走る野球っていうのを体現してくれている一人なんですね。まあ、なので今後もねやはり松井稼頭央政権で、まあ、どっかね自分の立ち位置を確立するためにも、まあ、このね走塁意識ってところはね続けていってアピールをしていってほしいなというふうに思います。次はヨーカーも安打に盗塁と猛アピールということで、ヨーカー選手も非常にこの試合でまたアピールをしました。まあ、ヒットを放って、まあ、しかも盗塁ってところもしたんですね。まあ、やはりね走る野球ってところを目指していく中で、ヨーカー選手そんなに走る選手じゃないと思うんですけど、そういったね走塁意識の高さっていうのも示すことができたのは大きかったんじゃないかなというふうに思います。まあ、やっぱりねある程度走れるっていうのが松井稼頭央政権でスタメンとか張っていくためには必要になってくると思うので、まあ、そこをアピールすることができたっていうのは非常に大きいですよね。で、ここまで横川選手守備位置いろんなポジションを守ってるんですね。この試合はライトでスタメン出場を果たしたんですが、今までねサードだったりファーストだったりで出場しています。で、まあいろんなポジションちょっとね、まあ守備でミスする場面とかもあったりするんですけれども、まあいろんなね複数ポジションをこなしながら、しっかりとバッティングの方で、まあ毎試合毎試合ほとんど結果を残しているんですね。まあ複数ポジションを守れてやっぱりバッティングの方で打ってるっていうのは非常にねこれチームにとってありがたい存在かなっていうふうにも思いますし、やっぱりそれだけポジションを守れたら試合に出れる幅っていうのも広がってくるかなっていうふうに思うので、まあ開幕スタメン取りっていうところはね、もう非常にこうヨーカー選手はかなり一歩リードしてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、何よりやっぱりバッティングってところ一番期待されている選手ですので、バッティングで結果を残し続けることができたら、必ずね開幕スタメン開幕一軍ってところは勝ち取れるんじゃないかなというふうに思います。今後も期待です。最後ですね、キャッチャー陣のアピールが続くということで、まあ、非常にねキャッチャー陣もいいアピールをしてくれています。今シーズンから森友哉選手がオリックスに移籍をして、まあ、正捕手ってところがいなくなって、まあ、柘植選手古賀選手中心にキャッチャー陣頑張っているんですけれども、このオリックス戦では古賀選手がヒットを放ちました。そして26日のロッテ戦では柘植選手がマルチ安打ということで、まあ、非常にこの古賀選手と柘植選手2人とも森選手の穴を埋めるべくバットの方でアピールをしてくれているんですね。まあ、守備面では森選手いなくなってもそこまで大きなマイナスはないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、やっぱりバッティングってところにおいて考えると、まあ、やっぱり森選手とね、古賀選手、柘植選手比べると、まあ、劣ってしまう部分がありますので、まあ、なんとかね、森選手がいなくなっても、まあ、西武の打線弱くなってないなっていうふうに、あるいは逆に強くなったなって思えるように、まあ、この二人にはね、もっともっとバッティングの方でアピールして頑張っていってほしいと思います。次は長谷川選手が昇格ということで、長谷川選手が A 班に合流をしました。若林学人選手が左脇腹痛で離脱をしてしまって、ね、まあ、非常に若林選手もいいアピールをしていて、まあ、僕的には、ね、若林選手の離脱
も残念ではあったんですけれども、その代わりに長谷川選手が A 班に合流していきました。まあ、長谷川選手は野手の、ね、トッププロスペクトと呼び声の高い選手ですし、まあ、非常に今シーズンレギュラー取りというところが期待をされている選手なんですね。でこのオリックス戦にも、まあ、出場したんですですが、まあ、ちょっと、ね、ヒットを出すことはできなかったんですけど、まあ、ライトの守備について、まあ、ファインプレーをしました。まあ、本当に、ね、長谷川選手、まあ、内外野も守れて、まあ、足も速いパワーもあるポテンシャルの高い選手ですので、まあ、今後も、ね、守備でも打撃でもアピールというところを期待していきたいと思います。まあ、ここまでは、ね、非常に良かったポイントをまとめてきたんですけれども、やはり、ね、ちょっとこの試合では課題もやっぱ露呈したかなというふうに思います。まあ、昨シーズン同様かなりエラーが目立ちました。このオリックス戦でも小玉選手、牧野選手が、まあ、内野の守備でエラーをしています。で25日の試合でもですねエラー3つということで、まあ、やはり今シーズンも守備っていうところは非常に課題になりそうなんですね。昨シーズンもエラーっていうところが、まあ、リーグトップ図だったということで、まあ、確実性ってところにはね、やはりライオンズの守備ってちょっと欠ける部分があるんですね。まあ、今シーズンもね、ちょっとそこは課題になってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、特にやっぱり牧野選手のサードの守備ですよね。まあ、結構やっぱり紅白戦だったりとか、まあ、キャンプから見ていてもね、やはりミスが目立つんですね。まあ、特に早球でのミスってところは非常に目立っているので、まあ、そろそろ見切ってもいいんじゃないかなというふうには僕は思ってます。これパリーグ TV に取り上げられていた動画でも、牧野選手がフライをこう飛びついて撮る動画ありましたけれども、あれもね、はっきり飛びつくほどのフライじゃないんですよね。落下地点すぐ行けば普通にね、捕球できるフライなんですけれども、あれ一回憶測誤ってるからちょっと飛びついて撮ってるんですね。まあ、そういったところの本当守備力ってところはね、牧野選手非常に懸念されるし、まあ、サードってところはやっぱり内野においてもね、ある程度重要なポジションになってくると思うので、まあ、もう少しやっぱり確実性安心感のある選手をやっぱりサードを守らせるべきなんじゃないかなというふうには思います。まあ、ただですね守備の方でもいい場面はあって、川野選手ファインプレーしたりだとか、長谷川選手先ほど言ったように飛びついてねフライ取ったりとかしていたので、まあ、そういったいい守備もあるので、まあ、そこはね継続してやっていけたらなというふうに思います。はい、まあ、今回が対外試合3試合目ということでオリックス戦振り返っていきました。まあ、本当にここまで非常に若い選手たちめっちゃいいアピールしてくれているんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、ピッチャー陣の方もね本当にいい調整を続けてくれているんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょうどね開幕まで1ヶ月ということですけれども、まあ、この感じでとにかくね若林学人選手みたいにも怪我する選手が出ないように、まあ、また新たな選手の台頭ところも期待して見ていきたいと思います。以上です。今回も最後までご視聴ありがとうございました。他にもライオンズに関する動画アップしているのでぜひチェックをしてみてください。ツイッターの方も毎日更新をしています。ぜひチェックしてみてください。皆さんの中でこんな動画見たいなどリクエストありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。